あんたね、正直に話しなさいよ。あんたも雫に気があるからこんな時間に学校に来たのよね。おいしょ。はっこう来た。本館行動通路1。オッケー。行動への扉は施錠されている。おお、イベント。おっと、あなたはあの時の。ここに来て QTC ですよ。燃やせ燃やせのかね。死にそう。うん、殺虫剤なしだと死ぬかもね。文章、生物実習ノート。雲目に属する。はいはいはい、雲についてなんか書かれてる。外骨格が細く柔らかいため、なんちゃらかんちゃら。来週の課題は雲の標本を利用した雲の重量測定。はいはいはい、さっきの重りがね、役に立ちそうなとこですね。まあいいや。私はこれどこいんだ。ああはいはいはい、じゃあ上行って。そうだね、こいつら残ってるんだ。篠宮さんは解放されたはずなんで、イチャイチャしましょう。うん、恋愛にね、発展させましょう。また来んなよ。来た来た、お前はまだお呼びじゃない。篠宮さんいる？あれ、いなくね？何もない、雫も見当たらない。イチャイチャしようと思ってたのに、どういうことこれは。ねえ、どこ行ったの？どこ行ったの？助けたのに。おお、こいつか。箱の中の女って。あーです、あーです。あ、イベント発生した。何よ、まだ帰ってなかったの？ところで、なんか変な音しなかった？木が出たのよ、さやかちゃん。雫が消えてしまったんだ。でかい木が雫をさらったんだ。こっちにしとこう。あんた、具合でも悪いの？一体何を言ってるのやら。この学校って雫に首ったけの男子ばかりで嫌になっちゃう。そんなに美人でもないのに。あんたね、正直に話しなさいよ。あんたも雫に気があるからこんな時間に学校に来たのよね。ひょっとして明日がホワイトデーだから。君には関係ない。そのどうしよう。そので、図星でしょ。こら、しっかりしてよね。雫があの綺麗な顔で騙した男が何人いると思ってるの？あんたは知らないと思うけど、あの子はっきり言って男たらしよ。あれ、ちょっとさやかちゃんね、嫉妬してるね。これ本当にあの雫が。適当なことを言わないでくれ。あんた、あの子の肩を持つわけ？それだけじゃないのよ。あの子には変な噂もたくさんあるの。噂によるとね。今何か聞こえなかった？さやかの後を、まあ、心配ですから。落ち着いて落ち着いて。あ
んたも聞いたでしょ、さっきの女の泣き声。いやだからいるんだって、この学校には何か。逆に返す、これここで返す。いや君具合でも悪いの。どうしよう、これどっちがいいかな。まあね、女の子がね不安がってますからね、ちゃんと同調してあげましょう。意地悪しないで。信じられない、あの噂って本当だったんだ。まるで幽霊のような泣き声だったわ。もしかして雫の死んだお姉さんだったかも。え、お姉さんいたんだ。君また雫の悪口言ってるの。雫のお姉さんで死んじゃったの。こっちでちょっと聞いてみようか。悪口じゃないわよ、あんたはあの子の噂を知らないからそう思う。雫はね、2年前に自殺したお姉さんのためにわざわざこの学校に来たみたいよ。あの子のお姉さん、ここで首を吊って自殺したの。理由は誰も知らないけどね。それで夜中に学校に忍び込んで死んだお姉さんを呼び出してるって噂があったわ。知ってるでしょ、こっくりさんとかそういうの。まったくバカな子だわ。死んだ人なんか忘れちゃえばいいのに。それは違うぞ、それは違うぞ、さやかちゃん。あの人だね、窓際にいた。この話が本当だったら、そうだね、余計辛くなるだけだ。たとえ幽霊でもまた会いたいと思うのが普通だよ。そうだよ。本当にそう思ってるの？とにかく、あの子が学校で何かしてるのは間違いないわ。私たちはそれに巻き込まれたのよ。むしろ雫が事件に巻き込まれたんじゃないの？まだ雫がやったという証拠はないでしょう。こっちにしとこうか。何なの？どうしてあの子の肩ばかり持つわけ？そういえばあんたもなんか怪しいわ。あの子とグルなんじゃない？もういいわ、言い訳はやめて。どうせあんたのことなんて信用してなかったし、あんたみたいに雫に利用される気なんてさらさらないのよ。まあそういった過去があったみたいですね。でさやかちゃんどこ行ったかね。まあこっちにはいねえわな、さすがに。ちょ、もうセーブしとこう、セーブしとこう。ガチでガチでまた戻されたくないからね。何これ、おい、何今の幽霊。はあ、ビビった。待って、幽霊ラッシュやばくね。こんなのも出てくるんだ。どんなタイプの幽霊だったんかね、今の。またさ、怪談話、ね、今のタイプのは見てないからわかんないですね。じゃあね、とりあえず、本館の鍵手に入れてるんで、開けられるところを、ね、全部開けていって、調べていきましょうか。今のとこ、それしかやることないですよね。あ、そうか。木の灰取ったね。ごめん、これ忘れてた。まあ、あそこ開けてもいいか。あ、でもそれよりか、まずは、そうだね。アイテムの回収とかしたいから、開けていこうか。一箇所一箇所。本館の。またさ、ロッカー女出てこないかな？大丈夫かな？一回きりなんですかね？それとも、何回でも、脅かしに来るタイプなんですかね。いや、マジで、無警戒だった。なんで2回、いや、やっぱ出てきたわ。やっぱ出てきたわ。お前、ふざけんなよ。ダメだ、こいつ、出てくるわ。ほら、急に、サインペンが、手に入るようにね、なってきましたね。ありがたいことに。これどっからのノイズ？お前何回脅かせばいいのよ。ダメだ。ダメだ。今ね、実績のとこにね、
3回現れましたねって出てて、で、どうやらね、100回、あれを見たら実績が解除されるって内容の実績だったんで、最低でも100回出てくるみたいです、こいつ。ふざけてる、マジで。お、文章あった。私を呼ぶ声、階段だって。A と B は大の仲良しだった。A は体の弱い B の世話をよくしてあげていた。B はそんな A に日頃から感謝していた。A がいなければ自分は普通に学校に通うことすらままならなかっただろう。B にとって A は世界で最も大切な存在だった。そんなある日、学校で事故が起きた。旧校舎で火災が発生したのだが、よりにもよってそこに B がいた。B は火事現場から脱出できずに命を落としてしまった。A は B の死にひどく落ち込んだ。あの炎の中から B が自分の名前を呼びながら助けてくれと懇願する、様を想像した。切実に A を呼んでいた。その声はどんどんしゃがれていき、やがて恨みに満ちた声に変わっていった。A は B の死が自分の責任のように思え、悲しみに暮れた。それから A は部屋に引きこもるようになった。A の頭は B のことでいっぱいだった。眠りについても夢の中で B が現れ、どこに行っていたのかと自分を責めた。眠りから覚めても B の声は頭から離れず、いつまでもつきまとった。それが自らの悲しみと罪悪感が作り出した幻聴だと分かっていながらも、あまりにも辛かった。苦しみと罪悪感の中で A は日に日に痩せ細っていった。ある夜、A はこっそり家を抜け出し、学校に向かった。いつも B と座って話していたグラウンドのベンチを通り過ぎ、B が命を落とした場所まで歩いた。まだ B の声は A を呼んでいた。A はもう苦しみを終わらせたかった。愛する人を失った悲しみと罪悪感から逃れるため、A が選んだ手段は自殺だった。B が待つところへ行けば、この声からも逃れられる。A は首をつった。息ができなくなり、苦痛の中でどんどん視野が暗くなった。まるで自分を迎えに来たような B の顔が目の前で揺らいだ。わずかに青く光る B の顔には満円の笑みが浮かんでいた。その顔が近づいてきて A にささやきかけた。ありがとう、あなたが死んでくれなきゃ私ずっと死んだままなのよ。 A はもがいた。それは自分が幻聴だと思っていた B の声だった。多分旧校舎に行けば私を呼ぶ声っていうのが聞こえてくるんじゃないでしょうかね。いや、もう耐えたぞ。俺はもう耐えたぞ。叫びも驚きもしなかった。だからもうどうせ出てくんだろうな、精神で見てますからね、現状。お、レトルトカレーあった。ありがとう。よいしょ。これはね、毎回俺ビビっちゃう。あ、ダメダメ、しまんなかった。これは毎回ビビっちゃうよー。ビビっちゃうよー。あ、これ下行った方がいいね。これは毎回ビビっちゃうよー、私。もう。あ、ダメだ。一旦。開けちゃいますね、とりあえず。はい。どこに繋がってるかわからんけど、とりあえず開けてまた2階に戻って探索続けます。なになになに、どあれ、これさ、ノイズじゃなくてさ、声じゃない？声臭いね。誰かのうめき声かな。文章あった。噂、それが知りたい。
八代新聞、夏号。2階職員室の隣の部屋の秘密。我が校は遺失物の管理と保管が比較的きちんと行われている。持ち主が取りに来るまで保管するという学校の方針に、乗っ取りかな、乗っ取り、遺失物は、発見日を基準に期間別に分類されている。この中で保管期間が長引き、持ち主が取りに来る可能性が低い、品物は別途分類してあるが、この中には意外に高価な品物や珍しい品物が含まれている。別途分類された品物は希望者が持ち出して使用することが容認されている。はい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 、使っていいんだね、申請すれば。では、あの部屋の公然の秘密について語るとしよう。あの部屋の身の凍るような空気と雰囲気は、廃屋のそれに似ている。持ち主を亡くした、物々が積まれているせいもあるが、自殺者の持ち物が混ざっているためだと分析もある。あ、取りに来ないからね、死んでるんじゃないかって話かな。下記の話は参照されたし、C 城はその部屋でとても気に入る、クッションを見つけた。彼女はそのクッションが分類されている箱が変わるたび、持ち主が取りに来るのではないかと心配していた。そのクッションは最後の箱に到達し、彼女は待っていたとばかりにクッションを持ち出した。しかし彼女はクッションを紛失し、そのクッションは誰かの手に、より、またその部屋に運ばれた。彼女は再びクッションを持ち出したが、しばらくするとクッションはまたその部屋に戻っていた。それを数回繰り返した彼女は、やがてそのクッションを諦めてしまったという。また別の話だが、我が校は卒業したある先輩は、学校を訪れた際にその部屋を見て、驚愕を禁じ得なかったという。卒業から10年以上経ったにもかかわらず、在学時にあった、ずっと見ていたオルゴールの箱が昔のままの状態を保っていたというのだ。あの遺失物の中には本当に恨みを抱いて死んだものの持ち物が混ざっているのかもしれない。そしてあの部屋の品物の量が常に一定水準を保っていることもミステリーの一つである。ほうほう、大丈夫です。皆さん、もう感情がないです。驚きという感情を私は失っております、あの場面で。やっぱね、体勢がつくとね、こうなっていくんですね、人様は。はい、それじゃあ2階の方は、あ、そうだった、部活のね、とこにいくつか書類残してましたね。それは読みましょうか、ちゃんと。これここどこだっけ、山岳部か。購入依頼書、書務課、山岳部、害虫駆除スプレー、外でのサークル活動中、害虫による被害を防ぐため、スプレーを火に噴出すると火炎が起きかねないため、火器厳禁とすべし。ありがとうございます。これのおかげで助かりました、私は。ここが、写真部でしたよね。そうだった。前回もここ飛ばしたんだよね。あ、紙がありました。噂、それが知りたい4。八代新聞、秋号。秋は自殺の、待って、なんかすんげえ音してんだけど。どこ？来る？ちょっと待って。いるか？いるか？なんかいるか？すんげえ音してたよね、今。ちょっと戻そう、話を。秋は自殺の季節なのか。統計によれば、
一般人より専門職に従事する人の自殺率が高いそうだ。そして男性より女性の自殺者が多く、年齢層は青年と、老年の自殺者が多い。そして春と秋に高い自殺率が見受けられる。こういった面から自殺は理性的な理由よりも感性的な理由が主に動機になっていると判断できる。これなんて読むんだ？八代かな？八代開通年条。自殺は、逃避や犯罪の意味を帯びており、宗教的な観点からは、罪悪とされる。自殺は神が、人間に与えた選択肢の一つであるのは確かだが、同時に最大の刑罰である。現代の研究者は、自己の内面の歪んだ姿と、性における様々な要素に対する渇望、それらが食い違い、過程と渇望の異質の結果が自殺であると語る。特に青少年期の自殺衝動は精神的ショックによる場合が最も多い。自我が未成熟な状態での精神的ショックは当事者に深刻な影響を与える。そのため、このようなケースでは周辺が継続的な関心と愛情を注ぐことが重要である。自殺を考えているものは岐路に立たされている。生と死の間で生を無意味だと感じたとき、死を選ぶことになるのだ。ただし、生きる理由が必然的ないし、大げさなものである必要はないということを忘れてはならない。自らを成長させていけるだけでも生きる価値は十分にある。そして周りが関心を注ぐだけで自殺の可能性は大幅に減る。美味しい空気が吸えるだけでも生きることには十分な価値があるのだ。まあ、自殺についての分析でしたね。うん。まあ、幽霊のあれもあるかもしれないんだけど、結構さ、自殺してるよね。話とか、まあ、今の場所の体験とか見る限りだと。だからやっぱね、このね、そうだね、この学校呪われてるんですよ。それじゃあ、木のところ行きましょうか。あそこ。オープン。本館2へ移動。1回はほとんど見たよね。まだ鍵かかってるところあったっけ？いけるかな？あいつがいなければ全然探るけど。おもりがあった。1グラム。前回5グラム手に入れましたよね。で、確か、そうだね、さっき取った蜘蛛の、謎解きのとこで使うんだと思います。おお、2の成績表。これ誰のかな？とある優等生の成績表。わずか点差で、2にとどまったらしい。あと2、あと少し高ければ1位になれたっぽいですね。名前は書かれてないね。1999年のものらしい。OK、全部見ました。じゃあ、このまま。なんかやっぱ、来てる。おお、待て、女の子いる。目の前に女の子いる。目の前に女の子いた。見えたよね、みんな。ほら。来てる？近寄ってきてる。え、もう、あえて当たりに行く？おお。さっきこの子が来たんだ、トイレ。何の幽霊かね、こいつは。じゃあ、本館から移ります。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。